はい、こんにちは、よろしくお願いします。今日はこちら、ヒントが合うかも分かりませんが、京都にありますモガナさんをご紹介したいと思います。では早速お部屋までの様子とお部屋の中の様子とってありますのでご覧ください。はい、ではお部屋ご紹介したいと思います。入ると早速ね、黒基調でもうかっこいいなって感じですが、順番に行ってみましょうか。でまずお部屋の場所ですが、エレベーター降りてすぐ横のこの802っていうお部屋が今回のお部屋です。はい、で真下のね7階が白いお部屋っぽいですね。はい、でまず右側クローゼットあるので開けてきます。金庫、スリッパ、まあ、ちょっとサンダルっぽいやつですかね、あります。で私が荷物を今はこちらにまとめてますね。で左側、まあここね鏡になってて、出るときはね鏡で身だしなみチェックとかですかね。はい、でこちらパジャマかけてありますが、ズボンタイプで柔らかい感じで和の感じもしてかっこよくていいのかなと思います。モガナさんのロゴもあります。おしゃれですね。で、まあ、ハンガーもたくさんあるのでコートとかもねかけれるかなと思います。で左側が水回りですね。いやこちらねお風呂もこんな感じでガラス張りでかっこいいんじゃないですかね。で2機のタイプの洗面台、いやこちらもどうですか、この白黒がバチッと生えてますよね。で、ここ開けてみます。こちらが、いろいろアメニティ系ですね。バスタオルじゃないボディタオルですね。ボディタオルとか、まあ、ヒゲ剃りとか、ドライヤーはダイソンさんで、このパリのブランドが、まあ、バスアメニティとかは統一されてます。こちらは化粧水とかが入っております。こんな感じ、よいしょ、スキンケアセットって感じですかね。はい、まあ、女性はねこういうのもあると嬉しいかなと思います。で、コップもねこんな感じでミントグリーンっぽくて可愛いですよね。モガナさんと下に書いてあるブランドのコラボですかね。可愛い。はい。で、先にお風呂行ってみましょうか。お風呂はこんな形で、まあ、石でね、色も統一感あって、上の照明もね、こちら光の当たり方もかっこいいなって感じですよね。いろいろ計算されてる感じして、おしゃれですよね。で、バスアメニティは先ほどのブランドですね。で、統一されてます。まあ、オーガニック系のシャンプーっぽいです。はい。こちらも可愛くていいかなって感じですね。で、こちらにお手洗いあるので、お手洗いも行ってみましょう。
これはどっちのタイプかな。お、バッグタイプでした。ご苦労様ですね。はい、こんな感じでトイレもね、もう抜かりなく統一感の色、この色かっこいいですね。はい、綺麗なトイレだなと思います。こんな感じですね。で、お部屋のスペースですね。このバッグは、私はね、今日は黒いお部屋なのはもちろん分かってたので合うんじゃないかと思ってティファニーブルーで来ました。はい、でお部屋はこちら、モガナブラックっていうお部屋ですが、いやもう入った瞬間ね、おーって感じですね。写真で見て来てもちょっとおーってなりましたね。これかっこいいですよね。この黒白で奥の緑がね、バチッと黒に生えて、こうこちらから見ると壁にね、ちょっと緑が反射する感じが、上下これは反射もね考えられてると思うんですけど、おしゃれ。はい、高級ホテルの雰囲気そのままに、ナイスデザインですね。こんなお部屋いいな。はい自宅に欲しいですけど、なかなか自宅にこれだけ物のないね、センスのいい状態にはキープできないなと思いますが、かっこいいなと思いますね。はい、でこちらにスピーカーありますが、このスピーカーで iPhone でね、のこれは iPhone かな、旧 iPhone かもしれないですけど、こちらで、温度調整とか、音とかですね、あの音楽もこちらに入っているので再生できます。でこちらでフロントと連絡とかももちろんできます。はい、でミニバー開けていってみましょうか。ちょっと暗いんでね、まあ、また見えなかったら後で写真載せます。この辺は空です、ちなみに空。はい、で、あ、こちら映るかな、これ難しそうですね。はい、グラスがありますが、カップとか陶器もね、黒ベースでかっこよくなっております。この辺からです。ちょっともうね、真っ暗タイムですね。なんでこれは後で写真かな、ちょっと閉めます。でミニバーの飲み物はフリーというかノンディーということです。こちらスライドかな。あ、コーヒー入れるのも、これ真っ暗でね、見えないかもですね。はい、お水とかケトルとかもこちらにあります。で冷蔵庫は明るくなるかな。冷蔵庫こんな感じで、はい、モガナとちょっとお店コラボっぽいですね。はい、こちらもおしゃれジュースです。オレンジジュースとかもいいジュースかもしれないですね。こちらにいろいろ書いてありますが、はい、いやいいんじゃないですかね。まあちょっと香料がないんで、今のくだりがカットされてたら残念ですけども、これも使います。はい、でお部屋こんな形です。でまあこちらね、ソファーも、あー、もうここの見てください、このここに反射するこの感じですね。緑反射して綺麗じゃないですか。ソファーもかっこいいので、この後写真撮るので座ったり動かしたりはしないです。でベッドサイドは、通常のコンセントと USB、 多分逆サイドも同じですかね。はい、同じっぽいです。こんな感じで、これ、ね、下まであります。一番下がブラックガーデンみたいなお部屋だったと思うんですけど、まあ基本この景色が、この真下は、ホワイトですね。かっこいい。こちらからも撮ってみます。はい、こんな感じのモガナブラックのお部屋になります。いやー、しびれる。ちょっと最後にこのお風呂丸見え問題が解決できるのかだけ探りに行きます。ここはまず、ここ扉はないです。で、どうなの、まあ、これだってバスと、まあ、これ消えな、ここは消えるだけですもんね。ライトだけなんで、これはもしやブラインドもないボタンか。はい、ということでこのお風呂丸見え問題はもうデザインとして行こうぜってことなのか、解決方法があるのかはね、ちょっと後でまた見て、あったら喋るパートでお話しします。はい、で今日はこの後ね、バー予約してあるのと、お食事も朝食もこちらでいただくことになっているので、そちらも話すパートでご紹介できたらと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ではお部屋パートここまでで失礼します。はい、よろしくお願いします。今日はこちらですね、モガナさんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。でキーを早速、こんな感じ、これは木ですかね。ちょっと紅葉っぽい感じのデザインが
上下反転してるのかな、反射してるものかもしれないです。シンメトリーのを撮ったのか反転してるかわからないんですけど、こんな感じで、ロゴもかっこいい感じです。はい、でこちらのホテルは二条城から割と近くですかね。他のホテルで言うと、ホテル座三井さんとかが割と近くにあるかなと思います。で外観はもしかしたらね、知らないとホテルって気づけないかもですね。マンションっていう感じがしますが、おしゃれな、はい、中はね、まあ、ちょっとこの後話そうと思いますが、とてもおしゃれで、ずっとこちらのホテルに私は来たくて、特にこのね、今日泊まっている、モガナブラックっていうお部屋なんですけど、こちらの黒のね、貴重なお部屋に泊まりたくて、はい、念願でございます。はい、でまずホテルご紹介させていただきますが、まあこのね、パンフレットなんかもありますが、モガナさんの、モガナのこちらに、はい、言葉のね、お店、ホテルの名前のね、由来が出てます。モガナとは、古語の修助士で何々であったなら何々でありたいという期待や願望の意味と、で、何かを求めて旅に出るお客様の最高の旅であったならの期待に応える場所でありたい、そんな思いで名付けられたという、モガナさんでございます。で、こちらね、中の、こう、設備の使い方とかですかね、と、インルームダイニングとか出てますが、インルームダイニングも薬膳系のメニューが揃っております。薬膳そば1500円とか薬膳茶漬け1500円とか、今意外とねホテルのインルームダイニングとしてはお求めやすいというか頼みやすい価格帯かなと思います。はい、で、こちらにはモガナさんのね、こだわりのものとかが一応購入できる感じですかね。お部屋にあったりするもの、ゴミ箱とかですかね、ゴミ箱っていうのもですけど、タンブラーとか、はい、テーブルとかありますが、こんなの購入できる感じですかね。はい、こんな感じです。で、まずお部屋までの様子、お部屋までの様子ですね、ですが、まあ、入るとね、歩いていく通路が光が人のねセンサーで感じて変わる感じで、まあ、かっこいいですよね。終始かっこいいということと、かなりね映えスポットがたくさんあるホテルなので写真すごい撮りましたで、まあ、携帯だけ持ってきた方でもカメラ持ってきた方でも、もうねカメラマンにみんななるホテルだと思いますので、あまりね写真を撮らない方でもこのホテルに来て、まあ今日は写真はいいかなとはならないですねということで、たくさん写真を撮りたいホテルだなと思いました。はい、で、ね、お部屋の印象ですが、もうね写真で見た期待値のまま来てもらって、あ、なんか写真と違ったなってならないですねなので、聞いて、あ、やっぱかっこいいわっていう感じなので、はい、期待して来ていただいて大丈夫かなと思います。なんかかっこいいですよね。こんなお部屋に住みたいなと思うんですけど、多分ちょっとしたね、こうソファーの色味とか照明とかでこうならないと思うので、はい、非日常を感じにここにねまた来たいなと思います。で今日は私ブラックの部屋に泊まったんですけど、一緒にねホワイトを借りて宿泊する方がいて、でホワイトのお部屋取らせてもらったので、ホワイトの部屋もね見ていただきたいと思いますので流したいと思います。ではどうぞ。はい、ではホワイトのルームですねを撮ることができたのでいきます。で、まあ、こちらはブラックと一緒ですね。はい、で、まあ、ここちょっとねスリッパとか可愛かったりしますが、これがホワイトのお部屋だぜ。どうですかホワイト、これもね、まあ、非日常感すごいですね。これを自分の家にもしもこの空間をやったら、非日常感はすごいけど黒より落ち着かないかもしれないですね。でもこれね、ホテルで一度来たらね、これ映える、可愛い感じしますね。まあ、こちら一緒ですけど、こっち回しでも撮ってみましょうか。まあ、あるものはね一緒なので部屋の雰囲気だけって感じですが、あ、白か、白も可愛いな。はい、まあでもどうですかね、私は黒の方が過ごすことを考えるといいかも。白は非日常感ありますが、黒よりもしかしたらちょっと落ち着かないかも。でもおしゃれですね。はい、なんか部屋のね
色味を統一するってこんな感じかって感じですけど、でスピーカーの色もね黒の部屋と違うんで、この辺もね徹底されてますよね。はい、ということでこちらがモガナホワイトのお部屋になります。まあ、ちょっとねもし興味がある方はちょっとこの動画見比べてみてもらって、どちらかもしくはどなたかと白と黒を借りてねこんな感じで撮影し比べるっていうのも面白いと思いますので、ぜひねそんな楽しみ方もいいんじゃないかなと思います。はい、ではちょっと、ご紹介戻りたいと思います。お願いします。はい、いかがでしたかね。まあ、白も可愛いですね。白の方が女性的な感じはするかもしれないですが、まあ黒もね白もどっちもいいかなと思います。ちなみに黒の方が多分ちょっと人気なので、黒い部屋の方が泊まりたいという方多いのかなって気がしますが、まあ人を撮るとか女性とかだとインスタ映えの自分の写真を撮るとかは、まあ、白の方がもしかしたら可愛い感じかっこいい感じどっちも撮りやすいのかなっていうのと、黒はやっぱね影ができちゃい、そもそもの光量が少なくなったりするお部屋なので、まあ、こちらはねちょっと写真には人を撮るには気を使うかもしれないのでっていう感じですかね。なんでまあこんな感じで黒白を2組で来て借りるって写真を撮り合うとかも結構面白いかなと思いました。はい、で、その他のポイントですが、夜バーに行ってきました。で宿泊された方はホテルのねこう宿泊の仕方、予約の仕方によってはね特典とかもあったりするかもしれないですが、今日はシャンパンをいただけたので、はい、こんな感じでシャンパンの写真も載せようかなと思いますが、バーも席がね多くないかっこよさっていうのも感じて上品で素敵なバーでした。で基本的には宿泊者優先で、まあ、宿泊者が少ない時とかは、バーのみでの予約も受ける時もあるって言ってましたが、まあ、こちらはね宿泊者専用のイメージでいいんじゃないかなっていう気がしますので、宿泊して座れないっていうことはないようにねホテルの方にご配慮いただけてると思いますので、こちらね絶対行ってほしいです。2階にありますので、はい、なんかちょっとね写真も映えますし、そこにね座ってる感じもおしゃれかなと思いますし、ここはぜひ行ってほしいなと思います。はい、その他は、今ね終わったとこなんですが、朝食の動画もしくは写真出そうと思うんですが、朝食もおしゃれで味付けも薄味なので、塩とかオリーブオイルで、まあ、あとはねこう好みに調整していくって感じでしたけど、なんか京都の朝食っていう感じもし上品でした。こちらにメニューもありますけど、ピントガイバって感じですけど、日本の美意識の朝ごはんということで、上品な味で見た目も美しくて、ホテルのね雰囲気と盛り付けとかレイアウトもマッチしてて、かつ美味しい、なんか素材そのもののね味を消さないっていう感じの食事かなと思いますので、なんかこうソースの味とかをものすごく濃いのが美味しいっていう時もありますが、お上品な朝食だったなと思います。こちらも良かったですね。なので、朝食付きのプランがおすすめですね。朝食付きのプランがほとんどだと思うので、こちらはね朝食はセットがいいかなと思います。はい、という感じですかね。まあこれは私の喋りよりも実際の映像を見てもらう方が重要だと、そんなのどのホテルもそうかっていう感じですが、はい、おしゃれなホテルでした。で、いろいろなところにこだわりがあって、アメニティとかスピーカーとか、まあ、器とか、やっぱり、ね、こだわりを感じるホテルだったなっていう感じで、それが、まあ、ホテルのこうお部屋のね色味とかにこう寄せてるというか、こう損なわないような色味で良かったですね。スピーカー一つでも白い部屋と黒い部屋で色が違ったりとか、こだわりを感じる感じでアートなホテルだったと思います。はい、こんな感じですかね。はい、ということで今日はこちら京都にありますモガナさんをご紹介しました。いや、価格とね相談してまたねおしゃれに行きたいなと思うホテルでした。はい、では今日はこれで終わりたいと思います。またよろしくお願いします。失礼します。